笑っていいとも in 花巻。笑っていいともいい花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪を広げていきたいと思います。今日のゲスト、ついにこの日がやってきちゃいましたね。ついにっていうのはどういう意味だか分からないですけど、ね、いや、FM のパーソナリティさんが今日のね、いいとものゲストなんですよね。そう、初らしいですね。どうもすみません、初ですね、はい。なんか見せちゃって、ね、いや、今日のゲストはですね、はい、宮沢新聞店の宮沢勝彦さん、よろしくお願いします。はい、あの噛んでるからあの、はい、金曜日のマンズ787でね、猫、はい、ちゃんと一緒にパーソナリティをされてる勝さんがゲストです。はい、いいのかな、本当ね、いいんですよ、いいです、ね、昼って起きてるのってさっき聞いちゃいましたね。さっき起きてきました。あ、本当に、はい、だって新聞関係の仕事だから、まあ、そうですね、はい、夜中とか起きて、ね、皆さんも見てないところ遊んでると思われてるんですけど、皆さん見てないところでめちゃくちゃ働いてる、はい、ということなので、いや勝さん、ほらあの細かくね、キリンのようにちょこちょこっと睡眠とるっていうイメージがすごく強いので、はい、そういう感じでやってます、はいはい、でね、日光電機株式会社のね、岩立光専務からご紹介いただきましたけれどもね、はい、まあ、FM1 の砂付近、私が勝手にね、そう思ってるだけなんですが、そういうイメージがね、ちょっと、はい、違うと思うんですよ。いや、そうですかね、はい、まあ、番組も今までいろんな話をカミングアウトしてると思いますが、はいはい、改めて勝さんに切り込めたらいいなと思いながら今日進めていきたいと思います。では初めの質問ですさて、今週のメッセージテーマ、世界一周するならどこへということで、はい、そうです ね、CM の前にもちょっと言いましたが、勝さんのためのテーマみたいな、いや、そんなことないです。私もね、いやいや、まあ、お話しすると、まあ、結構いろんなところ行ってますけど、ね、そんなにでも行ってるわけでもないという感じですね、今。だって行ってるんです、でも2桁でしょ、まあそうですね、何十カ国ぐらいか、まあ30ぐらいですかねそれあんまり行ってないことにはならないと思いますけどね。まあそうなんですけどね、うん、まあでも本当もっと世界広いですから、はい、行ってない大陸ありますか行ってない大陸はオーストラリア行ってないですね、私は。ほら、行ってないとこが少ないぐらいだと、ね、いや、そんなことはないんですけど、結構マニアックなところ行ったりしてますね。東ヨーロッパとかね。へぇ、はい、何カ国も行ってます。そうですね、東ヨーロッパ、どの辺、ユーゴスラビア以外大体行ったんじゃないですか。それもすごいですね。いや、なるほど。そうで、海外放浪していた時期がね、長いと思うんですが、そうですね、大体どのぐらい、まあ、トータルすると、まあ、これも行ったり来たり行ったり来たりなんですけど、まあ、20代大体そんな感じでね、仕事してお金貯めてはどっか行くみたいな感じをしてた時期がありますね、本当ね。ちょっと羨ましい気もね。いや、本当ね、まあ、お恥ずかしい過去ですよ、本当に。いやでもその、いや、やっぱりね、10代20代の頃でそうやって海外の放浪って、私もやっぱり憧れた時期ありましたけれど、ね、まあでも皆さん本当人生の基盤を築く大事な時期なので、大事な時期、ね、こういうことはしない方がいいですよまた自分へ行くだけ行ってから、そんなそう今でも後悔してます。いや、そんなことないでしょう。でもそもそもなんでそういうふうに放浪の旅に出ることになったんですか。いや、まあ第一、こうな、その大学卒業しても、こうやってやりたいことが特に見つからなかったっていうのもありますし、まあ、就職とかしちゃうと、もう、そのなんかこう、仕事だけになっちゃうのかなみたいな怖さもありましたし、ね、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、一箇所に落ち着いてられないというか、そういうのもありましたし、まあ、一番でも何をやっていいのか分からなかったっていうのも多かったのが大きかったのかなというのが、でもなんか、自分に何が向いてるかって分からないですよね。それで日本で働きながら旅に出て、また戻ってきて働いて旅に出て、そんな感じですかね。いろんなところにいたということで、その東ヨーロッパとかもね、行ったっていうことですけれども、ね、本当にいろんな場所に行って、でもその一番最初旅を始めたばかりの時にいきなりハプニングにあったんですよね。そうですね、最初タイに行ったんですけど、そこで数日後にお金全部取られちゃったっていう、大ショックでしたね、私。で、どうしたんですか。まあ、
警察とかちゃんと行ったりしたんですけど、うんうん、まあ、やっぱり南国ですから結構のんびりとちゃんとやってくれてるのかわかんないし、あ、向こう警察も結構おっかない感じなんで、うんうん、だけどあれだったんですけど、まあ、こうか不こうかその現地の人たちの親切などに助けられまして、うん、数日間まあ、トラベラーチェックっていうのが、はいはい、それが再発行できるやつなんで、はいはい、なんでしょうね、そうそうそう、旅用の小切手みたいなイメージです。それがね、良かったんで、ね、それで結構再発行されるまではちょっと無一文だったんですけど、そこから、ね、まあ、無事帰ることができて、今ここにいるというよく帰ってきました ね、 そうですね。でもその時にハプニングにいきなり会っちゃって、それでもうちょっとダメって思っちゃう場合もあるでしょうけれど、まあ、その後も、ね、最初はね、そう思ったんですけど、だんだん、まあ、こういうのもありなのかなみたいな風に開き直っていると、まあ、そこからがやっぱりこう、あ、なんか自由みたいだなみたいな感じで、まあ、それがそこクリアした時点で、まあ、ハマっちゃったのかもしれませんね。それが放浪への扉だったのかもしれないです。決められたツアーじゃない良さですよね。まあそうですね、確かにね。私も宿だけ決めて、宿と往復だけで、あとはフリーっていうのが割と好きなんですけど、フリーですね、私もそれやったんだ。また旅に出ちゃったりしてね。そうでね、実はですね、勝さんのエッセイを入手しておりまして、ちょっとだけご紹介していいですか。はい、お願いします。その旅についての、旅路の果てに見えたものというね、エッセイで、ちょっと最後のところ、そのタイでのトラブルにもね、はいはい、ちょっとつながってるんです、はい、なぜ旅に出るのかという問いかけがある。それはいつも自分自身に問い続け、そして出会ってきた様々な人たちにも投げかけてきたクエスチョンでもある。自分の目で世界を見たい、自分の足で地球を歩きたい、様々な出会いを求めて旅の刺激が忘れられない、日本が合わない、旅に出ると全てがあるが戻ると退屈な現実、日常があるだけだから。肯定的なものからネガティブなものまで、答えは千差万別だろうが、僕の場合、旅路の果てに見るものはいつでも自身の姿の投影に他ならなかった。長い旅は知らずに人を追いさせ、哲学者の風貌にさせるというが、見果てぬ何かを追い求めるというのであれば、それは日常の生活の中でも十分なはずである。20代後半、2年にわたる長い旅の最後に、インドはカルカッタでマザーテレサの奉仕活動に参加した。そこにある無償の愛の姿と、生きている人間にはそれぞれに必ず何かしらの使命があるのではないかという漠然とした気づきとともに、僕は浮き草のような生活をひとまず切り上げようと思ったのだった。無一文のバンコクで夕日を眺めてから約10年の月日が流れて、おお、なんか娘さんの朗読で読むとすごい、なんか文章のように思いますね。いや、すごい、でも名文というか、すごいいい文章じゃないですか。いいですね、これ、これからも金曜の朝のイメージとちょっと違うような気がしたんですけど、そう、なんかのあれみたいですね、すごく気候文、まあ気候文気候文じゃないですか。いや、すごくね、私このエッセイね、お借りして、いいなと思ってですね、ちょっと紹介、娘さんの朗読で読むと、なんか背筋がこう今電流が走りました。本当ですか、関連しないようにお願いします。はい、はい、じゃあ、次の質問いきたいと思います。はい、まだあるんですね。あるんですよ、はい、はい、長く旅をねしてきた勝さんが好きな地元花巻の風景をこっそり教えてください。はい、これはですね、ちょっとちょっとこれもマニアックなんですけど、はい、市民プールがあるんですね、はいはいはい、その高田のところに、はい、ここってね、浮かんで眺める夏空、うん、これはですね、結構いいですよ。うんうん、真昼？真昼でもいいですね。真昼でもいいですね。はい、こう入道雲がこうか、はいはいはい。あそこそもそもそんなに混んでないですから。はいはい、まあ混んでる時もあるんですけど、うんまあ、あとね、夕暮れ時、5時以降はね、余計人がいなくてね。あ、そうですか。いい感じですよ。はい、こう、はい、ちょっと疲れた時に、ぽっかりと、ぽっかりと浮かんで空を眺めると。はい、夏いいなみたいな感じかな。こっそりとね、共感得られない。いやいやいや、そんなことないと思います、私ちょっと泳げないのでぽっかりと浮かべ、浮き輪ないと浮かべないけど、気持ちよさそうだなってはね、ちょっとマニアックにね、はい、紹介していただきましたけど、はい、そしてですね、
おすすめのお店はご紹介いただいたら、ちょっと私の方からご紹介すると、はいはい、ギャラリー文。あ、これ、上根公園あたりの、まあ、入口がどこかな、はい、あるんですけど、はい、こんなところにこう美術館があるっていう感じで、はい、花巻の地元の美術館なんですけど、はい、やってるのかやってないのかわかんないけど、やってるんだなみたいな感じで、やってますけど、なんか個性的な作品とかね、今もなんかやってるはずですよ。はい、はい、そしてですね、宮沢新聞店さんについてもちょこっとご紹介したいと思いますけれども、はい、実はね、雨にも負けずのモデルともちょっと関係があるという説があって、はいはいはい、もともと、ね、賢治さんの師と言われる斉藤宗次郎さんから、はい、祖父の宮沢豊二さんが受け継いで、そうなんですよ。でこの斉藤さんがキリスト教の布教をしつつ新聞販売店をされていて、はいはい、後に内村勘蔵の弟子お世話するために東京に行かれたという方 で、 そのために新聞屋を辞めるということです。でおじいちゃんが受け継いで、そうなんですね。で賢治さんの雨にも負けずの詩はこの斉藤宗次郎さんの様子も織り込まれてるんじゃないかという一説もあるような話、一説ってことですね。いろんな異論もあるかと思うので、はい、深くは、まあ、説もあるということでね。では次の質問です。はい、じゃあ勝さんの座右の銘を教えてください。これはですね、まあ本当はそんなもんないんですけど、まあ、はい、今あえて言えばですね、ラブオールサーブオールっていうですね、はい、これあのインドの聖者サイババっていうところに、はい、あったことなんですけど、この人の言葉で、はい、初期ハードロックカフェの、はいはいはい、なんですか、ロゴにもこう入ってるんですね。なんかロゴの下のところにこの言葉入ってるんですよね。そう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 、ハードロックカフェのオーナーもね、そのサイババのなんか経営者みたいな。それで、はい、これ意味は全てを愛し全てに推しようみたいな感じなんですけどね、まあ、そういう風になれたらいいんじゃないかなみたいな感じもあるんですけど、どうなんですかね。なるほど、勝さんのこの緩い感じで紹介されて、なるほどと思いながら今ね、いや紹介していただきました、ラブオールサーブオールという言葉を紹介してもらいました、はい。まあ、もっとね、いろいろ聞きたいところですが、ちょっと勝さんね、はい、この後もね、改めて4月に出演してもらいたいと思いますので、まずはじゃあここでお友達のご紹介いきましょうか。はい、今日はですね、お友達というか先輩なんですけど、はい、株式会社十字屋さんの宮沢健一郎さんを紹介したいと思います、はい。宮沢というお名前ということは、そうですね、まあ親戚です、はい、あで、まあ、先輩でもそうですね、あると、はい、はい。そしてギターを弾くんですよね。へえ、健一郎さんは、あら、はい、さあ、つながるでしょう、ね、ギター弾いてくれるかしら、ギター弾いてくれる、頭が弾いてくれるんじゃないですか、弾いてくれるかしら。私もだから満足にでもその辺の話をね、はい、あまりしっかりしたことはないので、はい、ぜひ次回出演したら聞いてください。あ、もしもし、あ、どうもどうも、打ち合わせ通りなんですがバラしちゃうし来週じゃなくて再来週の木曜日、笑っていいと思うっていう、あのフジテレビじゃない方、フジテレビじゃない方の、FM 花巻の方に、出演いただきたいということで、お願いしたいと思いまして、お電話した次第なんですけども、はい、大丈夫ですか、お仕事とか。そうですか、ほんの2、30分なんですけども、まあ、お忙しいと思うんですけれども、では、私が聞いていいんですか。では、3月21日12時過ぎ FM 花巻の笑っていいともに出てくれるかな。ありがとうございますFM 花巻のみそのです、お待ちしております。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。ということでね、はい、はい、ありがとうございました。開拓してくれてよかったです、ね、断られたらどうしようかと思います。友達少ないんでいやいや、そんなことないと思いますけどちょっとね、勝さんのリクエストをね、今日レコード持ってきていただいてたんですが、はい、ちょっと多分かける時間が、あ、そうなんですか、わかりました、はい、4月5日、イブニングワン夜の番組で、はい、改めてね、 あっという間ですね。そう、日光電機の岩立さんから音楽活動を熱心にやるようになったきっかけについて聞きたいというリクエスト来てたので、はい、音楽関係の話をね、この曲合わせて聴きながらお送りしたいと思いますので、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ笑っていいともに花巻、今日はですね、宮沢新聞店宮沢勝彦さんにご出演いただきました。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました笑っていいともに花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。